今日はちょっと魚探のセッティングがあったので出るのが本当遅い。結構時間かかっちゃいました。自分の相撲ラバーで釣れると嬉しいんですね。さあ、ノンキーサイズ29センチですね。じゃあ、ありがとうございました。私は抜けることができるんでしょうか。魚映んなくなりましたね。やばい。ちょっと入りすぎました。入りすぎたので、よし、入りすぎましたので、行かれると ここはなんか Google マップ見るとですね、なんか桟橋置いてあった跡なんですよね。で、桟橋は撤去はされてはいるんですけど、なんかまだちょっとそのあたりちょっと結構高知教室があるんじゃないかなと
これ何してるかっていうと、あの吉田劇ちゃんがやってたあのバネチューン、これをぶっ刺していくと、まあ、燃費が良くなると。バネチューンやると、まあ、見切れがしなくなるかなっていうのと、あと、ちょっと、このラインは、正直言って、ぶっといです。さっきも見ていただいた通り、宙吊りになっても大丈夫。グレノハリスフロロカーボン使ってます。あのトルネードマツダスペシャルってやつなんですけど、これが一番なんかトラウトやっていてもなんか見えづらい魚にはそんな感じがしますね。で、まあ一応根ズレにも強いんで、まあ木とかやってもああいう風に釣っていても全然大丈夫。じゃあちょっとなんかパターン的にはこんな感じでこういう風にやってればなんか面白そうな一日になっちゃいますね。結局何がやりたいかっていうと、これあのシーバス用のロッドで5フィート2インチなんですね。本当はうちの奥さんに使ってもらおうかなと思ったんですけど、ちょっとねなんか船酔いするのが嫌で、あんまシーバスやりたくないみたいです。まあこれであればすごい扱いやすいですよ。食ってた。なんだ。すごい引きだったな今。マジか。See you then.